どうも、制作者の玉作りです。はじめまして、リリカです。よろしくお願いします。そういえば毎回はじめまして言っているけど、出演待ちってあと何人いるの？ゆっくりのメンバーだと、君の出演が僕含めて6番目で、第7回の出演が決まっている大妖精を除いたら、あと14人だね。7回の方が決まってて、6回の方が決まってないのは変だと思うけどね。本来であれば、4回の後にする予定だったんだけど、ネタが増えたおかげでどんどん遅くなってしまってるんだよね。時間かかりそうだし。なるほどね。あ、失礼いたしました。今回は鉄道空想旅という変わった企画ですが、これが生まれたきっかけについて簡潔に話します。じゃあ、40字以内でまとめて、ただ単に、行けなくてボツになった鉄道旅を空想でやりたくなった、それだけです。38字、よく収めたね。あと、参考にする場合は許可はいりませんので、よければどうぞ。あと、動画にするときや、先駆者がいたときは一応、一言ください。それで、今回は JR 最長大回りの鉄道旅になります。総距離は 747.5km、所要時間は約18時間となり、経路はこのようになっています。それでは行きたいと思います。出発は塚口から、第1セクション、兵庫一周、から始まりとなります。6時5分発の普通、福知山駅に乗り、谷川に向かいます。2525列車、いわゆる腹黒列車か。結構有名だよね。そりゃ、大阪から福知山方面に行く一番列車だからね。ちなみに、塚口までのアクセスはこの通りです。緑色の部分が、この列車に間に合う区間です。谷川に着いた後、7時42分発の西脇市行きに乗り、西脇市で連絡している加古川行きで加古川に向かいます。加古川には中間改札があるので、乗り換えには少し余裕を持たせています。その後、新快速、鶴ヶ駅で芦屋に行き、そこで、学研都市線直通の普通に乗り換え、市議野に向かいます。市議野から大阪東線に乗り換え、新大阪に向かいます。ただし、新快速で新大阪まで直で行ってしまうと、大阪駅を最終的に2回通ることになるので注意が必要です。これで第1セクションは終わりです。新大阪から第2セクション、琵琶湖一周、に入ります。全部でいくつセクションがあるの？全部で7つかな。なるほど。でも第2セクションは2列車で終わるんだよね。運用番号は変わるけど。でも、結構距離あったよね。195.5km だから結構距離あるよ。確か使うのは両方新快速なんだっけ？そうだね。やっぱり新快速は偉大だよ。1回だけの乗り換えは大見市をつなんでしょ？そうだね。言ったように、新快速に乗って、湖西線経由で大見市をつへ向かった後、琵琶湖線経由で草津まで向かいます。これで第2セクションは終わりです。早いなぁ。でも第4セクションも2列車だけなんだよね。そうなのか。え、今誰かいなかった？気のせいじゃないの？そうだといいんだけど。草津から第3セクションに入っていきます。そういえば、セクションごとに名前をつけてたけど、今回はないの？あるよ。山奥の抜け道。っていう名前が。確かにあの辺は山奥だけどさ。草津から14時57分発の柘植駅に乗り、終点まで向かいます。あと、草津での乗り換えは35分あるので、昼食はここで食べるといいです。2時半だけど、ここまでだと、ここしか乗り換えにだいぶ余裕があるところがないからな。柘植から関西本線に乗り換え、木津まで向かいます。鴨での乗り換え飛んでるよ。確かに、大和路線も関西線も関西本線だけど、せめて鴨と亀山だけは忘れないであげて。この2駅は系統分離駅なんだから。あ、失礼しました。鴨で大和路、快速に乗り換えて木津に向かったところで、第3セクションは終わりです。木津から第4セクション、京阪内周、に入っていきます。さっき、ここでの乗り換えが1回だけって言ってたけど、花店と旧宝寺での乗り換えが必要だから無理じゃない？リリカ、何か忘れていないか？もしかして、直通快速のこと？そうだよ。そっか、もうそんな時間なのか。木津の時点でもう5時前だからな。セクションで考えたらやっと半分だけど、進捗状況はどうなの？木津発車時を元にすると、次の乗車電、快速。木が16時56分発だから、塚口出発から10時間51分経過、486.2km 進んでるから、桜の宮まで約7時間半、残り 267.3km だね。もうそんなに行ってるのか。折り返しはどのくらいだったの？時間では木深川あたり、距離では能登川あたりで半分だね。やっぱり、新快速の存在が大きいんだろうね。そ
それでさっき言ってた乗車電で、花店まで向かい、直通快速に乗って終点の奈良まで向かいます。制作者さ、すごく今更なんだけど、なんで、行く、じゃなくて、向かう、ってしてるの？実際行ってないし。メタ発言はやめてよ。確かに、舐め方く、の意味は気になるけど、フォローありがとう。奈良について第4セクションは終わりです。奈良から第5セクション、南部ターン、に入っていきます。どうしてそんな名前になった？まあ、次が万葉まほろば線だから、なんとなく察してるけど。万葉線って大和路線の南側を回ってるから。それだけなんだけどね。ネーミングセンスに関しては、次のセクションの方がよっぽどむごいし。やっぱりか。万葉線って？万葉まほろば線の略称。なるほど。ここから、乗り継ぎが多くなります。まほろば線経由の高田駅で終点まで向かい、高田で第5セクションは終わりですが、このまま第6セクションに入ります。ちなみにこのセクションの名称は？阪和鋭角線。想像以上にむごかった。和歌山一周はちょっとおかしいと思って、他のを考えたらこれしか出なかった。どうせ、和歌山線と阪和線が和歌山で接している角が鋭角だったからつけたんでしょ？おっしゃる通りです。あ、それで、高田から和歌山線で和歌山まで向かいますが、途中五条で和歌山駅との率がなければなりません。高田からのは五条止まりなので、和歌山には22時18分に到着しますが、この後桜の宮まで向かう経路が2通りあります。一つ目に22時50分発の紀州路快速、京橋行きでダイレクトに桜の宮まで向かうルート。二つ目に22時31分発の普通、天王寺行きに乗り、姫野、天王寺で乗り継ぎをして桜の宮に向かうルートがあります。桜の宮の到着時刻が一つ目のルートで24時20分、二つ目のルートで24時13分と二つ目のルートの方が7分早く着きますが、乗り換えが面倒である点があります。また、二つ目のルートで行っても、大阪、天満と、徳庵、四条縄手間で降りる人は、紀州路快速の到着後に発車する列車なので、桜の宮、京橋、市議の、花店の4駅で降りる人にしかおすすめしません。紀州路快速で帰りましょう。ついでに京阪沿線の方でも、野江、郡園間の各駅と枚方市、葛葉で降りる方は、二つ目のルートを選択すれば帰ることができます。ただし、京橋到着が24時22分、深夜急行の発車が24時27分、普通の発車が24時28分と乗り換え時間がわずかなので、乗り換えはできるだけ急ぎましょう。ここから、二つ目のルートに沿って進めていきます。和歌山を22時31分に発車する、普通で姫野まで向かい、連絡している関空快速、天王寺行きに乗り換え、終点の天王寺に向かいます。ただし、この列車に紀州路快速はついていないので、ご注意ください。終点天王寺に到着し、第6セクションは終わりです。紀州路快速だとカットされますが、ここから最終セクション、ループライン、に入っていきます。というか本当に今更なんだけど、セクションってどう分けてるの？基本的にターンをしたら、セクションクリアする感じだね。なるほど、それで偏りがあるわけだ。でも、あとは外回りの普通に乗るだけでしょ？そうだね。というわけで桜の宮に到着して終わりです。桜の宮から先のアクセスはかなり狭くなっています。多分一泊は必要になるかと。今回はこれで以上です。今回は次回予告があります。よかったら見ていってください。先に締めておくか。そうだね。ご視聴ありがとうございました。